その間合いじゃ拳半分届かない。ん？何これ？パトッと思ったんです。てなわけでどうも、ご本気です。マックだぜ。今日もスマブラ遊んでいきましょう。初戦のお相手はスティーブ。なんか久しぶりに。ジップではあまり合わないようなこのファイター。強いとは言われてますが、使いこなすのは難しいからじゃないですかね。さて、序盤はお互いコンボが決まらず火力が伸び悩んでいるが、ここの上京ウェディングがっつり稼ぎます。作業台が地味に邪魔してきてるぜ。なぜこれにヒットストップがつくのか、制作者様に小1時間問い詰めたい。そんな細かいことを言うのは、まあ、お相手のパーセントもなかなかいい感じだ。打ち回避を読んで当てます。なんか間に合ってなかった気もするが、スーパーアーマー様様ですね。この調子でガンガン攻めていきましょう。下京横須まで約 40%、ジョルトは外すも後隙は駆られず、作業台は壊しておきましょうね。若干の恨みを感じる壊し方だな。これは相手がうまい。作業台は生成に素材を消費するので壊して損はないんですよ。出てきたら即破壊。これで遠回しに採掘を邪魔できてます。さあ、崖展開ではあるが、自由に足場を作れるこのファイターに崖はあるのでやられるか。ここは逆にウェディで割り込み。素直にキャッチするわけないか。ブロック生成でワンテンポ置いてくるな。とりあえず作業台壊しながら隙を伺います。途中下車か。ジョルトはトロッコに一方的に打ち勝てる強みがあるんだが、肝心の相手が乗ってないんじゃな。適当にパナしてくるスティーブには刺さるんですけどね。ジョルト、この方には通用しなさそうだぜ。リードを奪われないようにここからは少し堅実。待って待って待って、火力高いのー。これのどこが堅実なんだよ。堅実に KO ゲージを貯めたんだが、意味不明。あと数発殴って、 KO 消えたぜ。ぶっ壊せなくなってしまった。こうなると逆転されかねないぞ。しかしながら作業台を壊し続けてきた成果も現れ始めていますよ。言われてみれば最終局面だってのにお相手さん説が少ないな。こうなるとスティーブは採掘を優先して復帰阻止に来なくなるので、勝手にが難に陥って体力差で勝てるってわけ。なるほど、これならいやめろ。そもそも復帰阻止する必要なくないか、これ。必要なことはあろうはずがございません。鉄どころかダイヤまで掘り当てられてるぞ。ちょっと話が違うわね、これは。さあ、崖展開。早いとこ蹴りをつけないとまずいぜ。何これ。未来は変えられるんだ。何気に久々のシールドブレイク。これでとどめです。 MD で無双ができる時代。ベッドリがオーバーキルすぎる。2戦目の相手はロイ、インファイター同士の対決だな。これは負けられない。まあ私、タイロイ得意なんでね、問題あり。あ、ごめん。タイロイ苦手の間違いでは。そのようなことがあろうはずがございません。逆に考えるんです。ここから3盾をすればいいだけじゃないか。と、3盾されそうだった奴が何を言ってるんだ。ひとまず上京ウェディで撃墜して現状1、2です。マベコンが微妙にヒットして崖展開。ストック不利な状況であまり被弾はしたくないんだが、無理な攻めは使いたいところではあります。カウンター警戒しての下スマホールドが刺さる。一仕留めそれでやられましたからね。同じ手にヒット。おいなんだって。割と暴れてカウンターこすってくる方みたいだし、逆転したいからか下に横スマとなすわけにはいかねえな。カウンターの後引きを横スマで狩るのがフェイク。言えてるんだよな。横スマの位置をご存知でない。踏み込みが足りないぜ。踏み込みが撃墜できるチャンスだったのに。地味に伸びてくるわね。それなかなかこちらのペースに持っていけないな。タイム時間が続きます。ここエディだったな。なんとか撃墜技通したいぜ。ソースやラストストックに KO を決めるチャンスがやってくる。なんとか通しました。これで11とストックはロブに。パーセントでは負けてるが KO によるワンチャンがあると思ってた時期が俺にもありました。これもうジャック魚とかで怪しい。マベコンは最終段までしっかりガード。これめちゃくちゃディレイかけられるから反撃が難しいのよね。シールド解除するタイミング間違えるとそのまま飛ばされるからな。決まりたいに空母じゃなくて助かりました。勝負を決めに1回ひより横スマだったように見えたぜ。確定コンボで締めなかったこと後悔させてやるわ。同じ手はクラワン。下手をジョルトで崖展開に。ここは下スマを構えるが、それはうまい。きっちり下スマの範囲外を通って。それ横スマでよかった。まあとっさのことだったし反応できただけ。そうはならんやろ。まっとりやろがい。まだ無理だ。さっきとは別の方だぜ。まあ私、タイロイ得意なんでね、問題ありません。言葉に信用がなさすぎる。まあまあ見てなさいって。カウンター警戒しすぎで笑う。だってさっきこれでやられたんだもん。さあ崖を上がり、上京は防がれるの。横スマウエスト。ジャッキバリはうまくいかずごちゃってニュートラルに。
なんか見た感じこの方はカウンター使ってこないですね。これなら安心して横妻が止め。なんだどいつもこいつも入れ込みやがって。お前が言えた話じゃないけどな。私がいつ入れ込んだというんだ。おいその虚空に振った横妻と影響はなんだね。いらんな。ここはしっかり外受けに。お相手さんの反応早いな。下手に掴みってなかなか間に合わないもんですけどね。カウンター外して得点な状況。大盛りタイムです。どうにか機関ついでにゲージがたまる。この KO はぜひ次のストップに持ち越したい所存。ここのだけで仕留める。緊張の一瞬。ジャンプ上がりからの着地暴れをかわして横強で撃墜。理想の展開になったが果たして KO は決まるのか。もう数発当てれば撃墜圏内です。ではマイ10秒で1ストップで仕留めて笑う。これが決まると非常に気持ちいい。さあお相手さんラストストック。対してこちらはタンクと残しで余裕があります。この試合こそ。なんだって。何も言ってないですよ。これで 2-1 ですね。でっかい事故がなければこのまま押し切れそうではあるな。ちょっとクラブ立てるのやめてほしい。冗談だぜ。まだゼロファーなのでカウンターは警戒せず横スマイル込みます。移動回避はかれない。ロイの移動回避まあまあ距離あるよな。何やってんだお前。早めのウェディで事なきを得ます。だがジャンプ上がりをかられてしまうぜ。そこまで追ってきて帰れる。どちらも復帰力が低い。まあ勝ちは勝ちか。今日のポピー。チーク出てくるの久しぶりすぎんだろ。忘れてもらっちゃ困るよ。半年に1回出てくるかも怪しいチークさんだけど、マック君より使用歴の長いファイターだからたまーにこうしてビップ潜るよ。お相手はセピロス。それがまさにメソードをうまくさばいていきたいですね。距離を取られると厄介だから真剣で立て続けに攻めていこう。その言葉を軽々実行に移せるチークさんの機動力が好みです。マック君とはまた違う素早さがありますよね。ここはガーテンク M からダウンデン狙いで。軽すぎです。正直崖展開にするかくらいの気持ちだったんだが。開始30秒でストックリードです。これより撃墜早いのおかしいんだよな。マック君は KO たまるまではむしろ耐えるタイムとかありますからね。リードは当然思いないフルホールドに笑う。肩よく入るのが早すぎる。リードしてる証拠とも言えるが、能力が上がっているのをいいことに強引に攻めてこられそうでそこは嫌かな。肩よく中はスマッシュにアーマーがつくんですよね。マック君なりに話してくる方もおられるので慎重に並べば。これは本当に防御が炸裂弾に化けた。後ろ投げちゃうよ。普通にぶっ壊したくでありなんですよね。お、これはさすがに手がいい。今度こそ防御で押し切るよ。ハリからの KO で撃墜。お相手さんラストストックです。1分でのストックってマジ。チークさんバヤすぎる。一応沼るときは沼るけどね。最悪 200% まで溜めて DA 放てばいいんでバヤすです。暴論がすぎる。マークウエとか空を飛ばれる。シールド割れるくらいならクラウで正解かな今のは。バレたら問答無用でギガフレア撃たれて消し済みですからね。これ威力高すぎなんだよな。ひとまず崖上がりの無敵合わせて回避。上スマもとっさにシールド劣勢だけど下スマだったら危なかったかも。ここで再び肩力が生えたぞ。ぶっ飛んご用心。なんて危ないことを。どんだけシールド割りたいんだ。光が間に合って下投げから空へ。国門は不正だがこれが怪我に投げるべきだったな。ほかほか補正溜まっちゃって今後できてませんもんね。こうなったらこちらもスマッシュ放しまくるしかないわ。チークでそれってどうなん。それは僕も思ってるんだけど。まあ、なんか当たるからいいかないって。打ち転がりよりホールド。これでいいのか、いいのか。では今回はこの辺で失礼します。ではでは。ご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いします。コメントも待ってるぜ。